常識に挑み続ける龍が如くシリーズの原点がついにプレイステーション3で復活。龍が如く 1&2 HD エディション。皆さんこんにちは。龍が如く主人公桐生一馬役、黒田貴也です。皆さんこんにちは。真島五郎役、宇垣秀成です。皆さんこんにちは。龍が如く PR 担当、瀬川渡辺です。いつもはこの3人では、ね、あの復活神室町レディオステーションっていうのを、はい、お送りしてるんですけど、細々とやらせていただいてます ね。龍が如くの最新情報とかをお送りする番組なんですけども、ゆるい、あの親父たちの多分酒飲みトークみたいなのを流して、それはあんたがするだけでしょ。だって、ね、僕らは真面目にやってるよね。俺は真面目にやってる。だけどさ、これいつもラジオのなんか雰囲気違うじゃないですか、この映像があって。どうしたの今日は。何をやるつもりなの、はい、今回はですね、龍が如くと龍が如く2がですね、はい、なんとじゃじゃん、こちら龍が如く 1&2HD エディションとプレイステーション3で遊べるようになりましたので、本日はお二人にいち早くプレイしていただこうと思っております。どうですか、俺らが やっちゃうというわけ、はい、おーさん、ゲームどうですか、やられます？普段はそんなやらない。だけど龍が如くでやるようになった。あ、それでプレイステーションも買ったし。あ、素晴らしい、黒田さんはゲーム歴。私のゲーム歴は、はい、やっぱりもう世代的にまず最先端ですよ、インベーダーゲーム。さすが、やっぱ流行った時にスパッと行きましたよ。ありましたね、1970年代学生時代みんなやってましたね。やってました、やってた。そして、はい、パックマン。お、パックマンすごいじゃないですか、そしてその次が、はい、龍が如くです。えらいとこやないか、お前。1980年から次2005年です、はいはい、この間の約20年ぐらい何してたんですか、黒田さん。体鍛えてばっかりいました。じゃあお二人のゲーム歴がなんとなく分かったところで、実際にプレイしていただいて、はいはい、ゲームを紹介していきたいと思います、はいはいはい、やっぱ背景とかなんか全然明確に見える。色が鮮やかですよね。ライトのあれもすごく明るい、ね、そうそう、明るい。違うね。違う。違う違う。違う、ほら、ここもうね、俺はもういろんな女子高生から何から自然とぶつかっちゃうから、わざとぶつかってんじゃん今。これ皆さん性格出ますね。いや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 、あー思い出したよ。でこれでちょっとそろそろ ね、何年ぶりだから。そうですね。あんたら夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いやまさか桐生さんが直々に。要件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。金は払えないって言ってんだならやるしかねえだろうがよ。この声どっかで聞いたことありますか。なんか聞いたことありますね。ありますよね。あれ、これもしかしたら黒田さんの金谷さんですか。そうです。あ、そうなんだ。実はですね、このピースファイナンスの平田社長。ねえ、すみません。はい、セリフお願いします。やめしてください。はい、兄貴、回収しました。約束の額だ。約束の額だ。悪く思うな。悪く思うな。かっこいいね。かっこいいですね。生で聞けるって、ね、懐かしいね。懐かしいですね、そうだ、この先見たいんだよね、景色を。だって今とちょっと変わりつつあるじゃないですか。そうね、ね、この頃とはここら辺、神室町劇場、ここら辺の景色がねないですからね、今ね。あ、来た。あ、そっか、ここで出会うんだこいつ。また金谷さんですけど大丈夫ですか。もう金谷さん、のびのびぶん殴りましょうか。ハッスラー殴る、はい、ね、踏む、あれ踏む、踏みたいの。あ、そうか。ちなみに右スティックをちょっとぐるぐるしてもらいますか。これそうすると、おお、今回見回せるようになってます。あれ、これできなかったんだっけ。できなかった。そう、できないよ。もう画面固定だったんですけど。あ、そうだったんだ。だからちょっと囲まれた敵とかいる場合はちょっとぐるぐるしてもらえると、後ろにいたりとかするのが見えるわけね。でもほら、ぐるぐるしてると殴られるよ。いやいや、だからぐるぐるしながらね。お前どうか。真面目か。
見とったで。お、キリュウ、この声は兄貴。ここみんなよく見といてね、この真島の行動を。怖いですね、この顔。ねえ、口元がすごいよね。今もっといい男ですもんね、うん、ほら、まだまだ行くで。いや、このガキ確かにダメだったけど、見て、ちょっとやりすぎ。あ、やばい。だからほら、それでここまで本気で行こうとしてんのよ、これ。何や、そのこれ俺止めなければ、今分かった、どこに、どこに傘の先が向かってたか分かった。どう、皆さん、ここのシーンは絶対忘れちゃダメ。もう今のもう一度リピートしたいぐらいだよね。実際やってみていかがでしたか。いや、やっぱ確実に映像が綺麗になっている、うんうん、そして読み込みが早いですね、ロードが。でさっきのあのこう360度回るの、そうそう、俺もそこ、そこはびっくりよ。あれね、後ろのとか回せるじゃない、だって。そうなんですよ。そうで、ほら今みんなできるけど、当時はね、そうなんですよ。今はね、当然なんですけどね、うん、当時は実はできなかったんで。そうかと思ってさ、あれだよね、今までとはストーリーは一緒だけど、いろんな面でこう進化してるんだよね。そうですね、うん、非常にやりやすくなってる。なるほど。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。キリュウちゃんよ、やばいやばいやばい。